皆さんこんにちは今日は、なんと11月1日、いやいよいよ11月に入りましたね。皆さん昨日の夜もお付き合いありがとうございました。おーすげえ髪が昨日のまあ聞いててもね、聞かなくてもどっちもいいよみたいな話をしました。で今日なんですけど、ちょっとその後にすごい事件が起きましてちょっと思わせぶりすぎますよね。でも風があるっていいな、やっぱり気持ちいいな。今日は今横浜のコスタ横浜っていうところで、あのインクルーシブスクールがあるんで、その途中にちょっと撮ってるんですけど、いい夕焼け、そうでもない昨日大事件がなんとタイトルにも書いてますけど、たぬきさんが来たんですよマジでびっくりですよ。たぬきさんあんな近くで見たことないですから。で、あの自然の中の東京っていうタイトルで最初の方にアップしたんですけど、まあ、ハトさんが来てたりとか、結構それを友達だっていう感覚で話しかけてると、よくそのハトさんたちが、まあ、同じハトさんかどうかっていうのはその人それぞれの感じ方で違うと思うんですけど、僕は同じハトさんなんじゃないかなと思ってるぐらい、いつもさんは来てくれるって話をしました。昨日はなんとたぬきさんが来てくれたんですよ。もう最高っすよしかも後で写真見てください。ここに向かって叫んでますっていう、あのまあ、吠えてるんですけど、たぬきさんの声聞いたの初めてですね。で僕結構あの北海道に住んでると、北キツネ、キツネさんが結構来るんですよ。で小学校ぐらいの時は、まあ、室蘭岳っていう山を登山して登っていくと、まあ、川があるんですけど、川でお水飲んじゃダメだよって、何かその、まあ、キツネさんが持ってる特有のなんかエキノコックスとかいう、なんかそういう病気みたいのがあるから、だそれお水飲んじゃうと、川のお水を飲んじゃうとダメだからねみたいな感じ言われてたぐらい、まあ、キツネさんはよく見るんですよ。でここ最近はあのキツネさん見かけると結構ガリガリで毛が抜け出たりとかするんで、キツネかどうか分かんないんですけど、でも結構見かけるんですよね。そしたら昨日まあ撮影終わって、実は、まあ、写真撮りたいなと思ったんですけど、その時にまあ、動画アップしてたんですよ YouTube に。なのでこの状況で写真撮っちゃうと、なんかこううまく YouTube にアップされないんじゃないかなと思ってやめたんですけど、まあ、トコトコトコってなんか動き出したんで、あれ?と思って、猫さんでもない、近くにトコトコトコってまた来たら犬さんでもないあのむしろレッサーパンダみたいなのかもしれないですよ。であの今日最初のタイトルのところで使わせてもらってる画像なんですけど、あの画像はあの無料画像サイトのところで、あの、まあ、ダウンロードさせていただいて、でその画像を使ってるので、僕が撮ったわけではないんですよね。であのシーフィッシュさんとかかな、なんかシーフィッシュさんが撮った画像を使わせてもらって、今回皆さんに紹介してるんですけど、あのまさにその画像のたぬきさんがまあ、トコトコトコって来たわけですよ。レッサーパンダみたいな顔をしながらその画像見なかったらやっぱりあのタヌキさんかどうかも分かんなかったんですけど、でも絶対タヌキさんだったんで、そしたらね、あの僕声かけるんですよ。やっぱりあのまあどうしたんだ突如現れてどうしたのみたいな感じ言ったら、急にかすれたような声で、あーじゃあ違うな、あーみたいな、なんかそんな感じの声を上げたんですよ。もしたぬきさんの声聞いたことある人がいたらちょっと教えてください。多分そうだと思うんですよ。それでこれからどっか行くのって聞いたらまあ答えてくれるわけもなくそのまま吠えるだけ吠えてそのまま去っていったんですけど、まあ、東京ですよ。東京にそのタヌキがいるのかどうかっていうのもはっきり分かんないんですけど、あれは間違いなくタヌキではなかったと、違うタヌキだったと思いますあのもう本当にトコトコトコって近づいてくると結構怖いじゃないですか。でも興味本位というか、あれも間違いなく
猫さん犬さんじゃないなと思った時にこれは完全に来てくれたんだな、俺を見てくれ、まあ私を見てくれかもしれないですけど来たんだなと思ってすごく嬉しくなって、それでまあちょっと報告したくて皆さんにちょっと動画を撮りましたなんだよタヌキが吠えただけの話かよ、そんな風に思わないでください。もう本当にあの自然と一体化していくといろんなことが、まあそれ自分自身のものの見方がすごく、まあ、楽しかったりとか、あちょっとしたなんか喜びに感じるように転換していくと、そう思ってるだけなのかもしれないですけど、もしかしたら実はああやってトコトコトコってきて、ちょっと前までクマだったけど、あなんだ深川と思ったこの前だからタヌキに化けとこうタヌキって化けるんですよねお腹がポンポコリンで、でそんな感じで昨日はあのタヌキさんに会ってそれをみんなに報告したいな。でやっぱり自然が東京の中にもやっぱいろんなところで感じるところもありますし、そういった部分をあのぜひあの皆さんにも共有してもらえたらなと思ったんで、タヌキさんの画像はシーフィッシュさんからいただきましたので、それをお伝えしながら今日はこれから久しぶりの2週間ぶり3週2週3週ぶりかな、あのインクルーシブスクールがあるので、またみんなと楽しんでいきたいと思います。ということでまた会いましょう、またたぬきさんにも会いたいな、みんなも会ってくださいということでバイバイ、じゃあね、イエーイ。